水原一平氏と堂本のメッセージのやり取りの一部の翻訳。一平、いやー、俺、スポーツベット、ほんとひどいねー。僕にもう一度かけるチャンスをくれないかな。知ってる通り、返済なら問題ないからさ。2020-31-19。一平、正直に言うけれど、僕は暗号資産で大分損をしたんだ。そして、このスポーツベットでも明らかだよね。それで、なんとか、ここを決済する方法はないかな。相当の損を出してしまったから。もちろん僕の責任だけどね。水原、ビットコインとかの暗号資産もやっててそっちでも負けてたのか？本当にひどいな。水原一平、まごうことなき畜生やないか。完全に悪意を持って大谷の金を使い込んでいる。一平の肩を持ってた人や、大谷を疑ってた人たちは即刻考えを改めた方がいい。こんなん1ミリも擁護できん大悪党や。ボーヤーとの横領の共犯の証拠が出てる大谷さんの被害金額は多分戻ってくる。原文を見ると強烈だな。ドルとか使ってるし、人の金盗んどいて全く罪悪感ないのがよくわかる。骨の髄までクズ野郎だこれ。ギャンブル依存症に陥ると善悪の判断もつかなくなって嘘に嘘を重ねるというのは本当なんだな。今まで私たちが見てきた水原一平はお金のための偽りの姿だった。最初のインタビューで、大谷が借金を肩代わりしてくれて、って大嘘ついてたのも考えると完全に最高だろ。大谷翔平の元通訳だった水原一平、違う意味で教科書に載るレベルやん。大谷を利用するために堂本が一平に近づいた説あったけど、まさか大谷を利用して堂本に金の融通聞かせてた、は凄すぎるのよ。違法賭博の堂本は通訳が大谷の金に手をつけてるのを分かった上で回収できるからと金を貸してるな。一平。もはや人として終わってる。大谷からの全幅の信頼を裏切るようなことを平気でしてたわけだ。危機感が欠如しちゃってるところがまごうことなくギャンブル依存症。